んにちは、おだいです。本日ねびわこ、滋賀県に来てます。まあ、あいにくのね雨で、男二人で旅をしに来ました。ではここからね、まあ、雨ですけど滋賀県を楽しみたいと思います。ではご覧ください。なんだっけ、なだきたきしだっけ、なだきし、な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 、すごい、こんな柔らかくないよ、俺。レモンが落ちてる。滋賀県はレモンが落ちてるんだ。これレモンできたの。いや、これ違う、松ぼっくりとかそういう系統じゃない、松だもん。二箇所目はここどこでしたっけ、北のやばい。ここです、チアヤフールの。ここです。休館日なう。じゃあ行こう。神宮をお参りしよう。新駅ってめっちゃあれ？いいね。お、式部じゃないですか君。巡り会いて。いい句読むね。誰から目線？雨がね強くなってきたんで、ちょっと次の箇所へ行きたいと思います。チアヤフルをね感じれましたね。では行ってきます。金金正寺だって。金正寺、金正寺、500円、500円ね。なるほどね。じゃあ行きましょう。すごい、なんかあれだな、写真撮らない方がいいぐらいの雰囲気。うん、切り取ったら面白いな。すげえ。RPG。 RPG。まあ、言ってることは分かるかもしれない。すげえ。入ってみましょう。どうした？感想よ。確かに良きとこでしたね。そうですね、素晴らしい。雨が、雨のせいであれじゃない、滞在時間を短くしてるんじゃない。もう確かに雨の方が雰囲気ある、うん、よし
じゃあ次の場所へ行きましょう。今世の里立冬。立冬ってあれ立つに冬？違います。おアイスクリーム、うまそう。でもそれね、食べれるはゆりきくん。キャッスルロードです。めっちゃいい匂いするしな。あ、いい音か。届きました。かわいい。うまそう。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。ご飯を食べて彦根城に向かってます。意外と歩く。イエーイ。本日のヒコニャン、博物館にいるらしいで、行くぜ。ちょっと長い階段を歩いたら、お、お買い物コーナーがあって、どこ？天守閣。え、それこれ？さ、意外と いいねこれ。左側す、めっちゃ今風じゃね、耐震、なんかもう悲しい。意外とあれやね、松本城ですか。あ、住んでるとこなんで。住んでるとこ。毎日見てる。はい。あ、ほんま。いいな。いえいえ。半分ぐらいこれ。そうですね。キャッシュロードに戻ってきました。で、これをやってみますわ。狙いはこれ。おみくじが出やがった。イエーイ。あー、車に戻ってきました。で、なんだっけ、近江牛コロッケを買ってきました。130円、お手軽の値段ですね。いただきます。うん。うまい。俺は好きだよ、これ。普段食べてるラムーのさ、あの5個セットで100円で売ってんだよ。あれよりは全然美味しい。うん、5個分よ、これ。5個分より高いんだよ、これ。いや、うまいに決まって。決まってるわ。うまいわ。おいしい。じゃがいもの味がしっかりしてる。隣も行っとこう。そっち？うん。お肉の味がするじゃなくて。
何かわかんない絶対にだってラムーのコロッケよりはさすがに肉慣れするじゃん。うん、うまみあるじゃん、さすがに。だってラムーのコロッケはじゃがいもの味しかしないじゃん。確かに。あ、肉入ってんの？入ってないかな、あれ。コロッケってそもそも何？またちょっと編集めんどくさいよそれ。じゃがいもと多分何かを丸めて揚げたもの、ね、パンって出るから。え、パンって説明文がね。あ、はい、うん、美味しい、うん、ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。では次のところへ。黒壁スクエア、いいじゃん、行こう。こっち。そしてメイン、僕らのメインイベントこれ。イエーイ、来ました。おお、かっこよ。ええー、かっこいい。どれやろう。これはね、テンション上がるわ。行こう。いや、海洋堂ミュージアム楽しかったです。ちょっとね、中はね動画撮影できなくて、これが、めちゃくちゃね懐かしいアニメのフィギュアからね、古いアニメのフィギュアがたくさんあってちょっとテンション上がりましたね。で、何でしたっけここ、黒髪、黒壁は、まあ、ちょっと寂しい感じになってましたじゃあほんの少しだけまた散策して次の場所に行きたいと思います。では、でーん、近江ちゃんぽんです。滋賀の最後のグルメですかね。だと思います。はい、通の食べ方らしいです。さあ、長崎ちゃんぽんと何が違うんでしょうと出てますあ、すいませんそのせいにしないでください。あ、すいませんありがとうございます。いただきます。ん、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。感想以上。では次の場所へ。滋賀最後の旅はで、何をしてんだっけ、もう寝すぎ。姉川湯に来ました。姉川温泉、じゃあ入りに行きたいと思います。ちゃんとこれはね、もう優勝です。じゃあ、そんなやばいねえ、じゃあ行きましょう。入ってきました。もうね、眠さマックスいや、それはじゃあちょっとね、休憩室で少し休んで松本に帰りたいと思います。休憩お疲れでした。お疲れでした。お風呂ね、とっても最高でした。滋賀の観光で一番良かったです確かにではこっからね、今がね8時ぐらい、気をつけて松本に帰りたいと思います
こっからがね、第二の本番だと思ってるんで、気をつけて帰るっていうところがね、旅行なんで、また次は8月ぐらい、ぜひお楽しみください。では、ありがとうございました。グッバイ。大丈夫です。